我々は決して歴史の表舞台には現れない。たとえその名が広く伝わっていたとしても、実態をつかまれなければ存在しないも同じだから。それは、そう、我々が例えられる影のよう。隠密やスパイ、時代や場所によって様々な呼び名はあれど、本質は変わらない。その時代の主という光の後ろで、世の平和と秩序を守る者。忍者、それは人知れずことをなす自由に潜む影の刃。ままでは。頑張って、セミマルさん。しかし、ここで倒れるわけにはいかない。愛する姫の、そして俺自身の自由を手に入れるまでは。死して屍を晒すその瞬間まで、俺は自由のために戦い続ける。それがこの俺、グレンの忍者セミマルだ。俺は決して諦めない。どれだけ追い詰められようとも、必ず姫のもとへたどり着いてみせる。くらえ、忍法無限分身斬り。出たー、忍法無限分身斬り。心だよ。自由を愛する心さえあれば、不可能なことなどない。かっこいい。やっぱりセミマルは最高の忍者ですね。うんうん。大変、もうこんな時間。急いで準備しなきゃ。そこにいるのは誰？私に何か用？私に？それは個人的なお願い？それとも、シュバリエとしてか。
別に私だけということもないと思うけれど。まあそれはいいとして、それでお願いしたいことって？デュエルしたいシュバリエがいるということかしら。詳しく話を聞かせてくれる？わかった。後のことは私がやっておきます。シュバリエとして、同じシュバリエの行いを正すのも大事な仕事よ。気にしないで。そういうわけじゃ。また一般学生との揉め事か。最近増えてきてるみたいだけど、大丈夫なの？大きなトラブルにならなければいいけど。舞さんは気がついている？授業中に寝れば。全員整列。ふん、びっくりした。なんだ騎士団か。朝から大きな声出さないでよ。そこ遅れているぞ。朝からご苦労様だよ。やば。逃げることないじゃない。私に何かご用ですか？そんな他人行儀な言い方しなくてもいいでしょ。知らない仲じゃないんだし。そこまで仲がいいわけでもありませんけどね。ずるないな。でもそういうクールなところもあなたの魅力の一つよね。その上、学年でトップの成績を収めているだけじゃなく、ドローンや最新技術にも明るいし、そんなあなたの才能をもっと活かせると思うの。そう、騎士団に入ればね。お断りします。その話はもう何度もお断りしてますよね。そこをなんとか。騎士団に入ればデュエルのお手伝いだけじゃなく、いろんなことができるし。ちょっとだけお試しで入ってみたりとか。しません。っていうか、騎士団の団長さんが私なんかのために朝礼を抜け出していいんですか？いいのいいの。朝礼は優秀なシュバリエがやってくれてるし、私にとってはあなたと話す方が大事だから。優秀なシュバリエがいるのなら
私は必要ないと思いますけど。そんなことないわ。我々騎士団はいつだって優秀な人材を求めてるんだから。あなたのような才女ならなおさら放っておけないわよ。才女ですか。姉に比べれば私なんて。あなたにはあなたにしかない力がある。それを騎士団で存分に発揮してほしいの。お断りします。騎士団に興味ありませんので。まっと振られちゃったか。ま、でも諦めたりはしないんだけどね。さすがに朝から劇場版を見るのは無理があったかな。でもかっこよかった。私が忍者だったらあの平野屋根をピュンピュンって飛んでショートカットできるんだろうな。私も忍者みたいに。やばい、予鈴が鳴っちゃってる。お願い間に合って。カノン、まだ来てないの？あの子ったらまた。してたら遅くなってしまって。おはよう、カノン。おはようございます、カグラさん。また忍者アニメ見てたんでしょ。うん、さすがカグラさん、鋭いですね。好きだね、忍者。